根先生からとてつもない殺気が放たれている。だんだんとウォーターガンの扱いにも慣れてきたようだね。初めてとは思えない上達っぷり。さすがは裏若き乙女たちだ。フィッシャーン。あ、いきなりどうしたんだミス R。 なぜ私に水をかけたんだい。私もウォーターガンを触ったのが今回が初めてだけど、このように使いこなすことができるわ。つまり私も裏若き乙女、そういうことですね。え？いや、さすがにそれは無理が。裏若き乙女ですよね。そうですね、裏若き乙女っぽいです。てぐらいで勘弁してもらったところで次に進みましょう。レディーゴー。始めようか。ねえねえ、いっぱいいじめてくれる？5、4、3、2、1、レッツミスターK。私はまだまだ若いですよ。いや、むしろ今がちょうど食べ頃なの。どうしたのですか、みやびさん。正直動揺している。鈴音先生のあのような姿を見るのは初めてなのでな。バカな。お察しします。よく見ておけ。誰もが心の内に狂気を潜ませているか。私に不可能はない。いいねいいね、その調子でどんどん濡れてっちゃおう。遠慮なんて1ミリもナッシングだからね。ヤギュー、あんたは私がびちょびちょにしてあげるわ。覚悟しておくのね。濡れ濡れになるのは俺ではなくお前だ。涙で顔をぐっちゃぐちゃにすることになるぞ。残念だけどそれは違うよ。びちょびちょになるのは絶対ヨーナちゃんだもん。みんな容赦なくヨーナちゃんに狙いを定めてね。あんた、ルールをちゃんと把握してるの？よせ、未来。この女は何よりも欲望を優先する女。説明するだけ無駄だ。はぁ、びちょびちょのぐちょぐちょ。もっと、もっともっと、カモン。ある意味、恐ろしい相手だわ。さーて、オープニングバトルもいよいよ大詰め。みんな戦い方やルールはしっかり把握したかな？あの、一つお聞きしたいことがあるのですが、とても大事なことだと思うので。ごめんなさい、気づかなかったわ。私とミスター K の関係のことを知りたかったのね。いいでしょう、お答えするわ。いえ、私が聞きたいのはこの PBS の目的です。
ミスター K、 この子たちに教えてあげて、私たちの関係について。え、私が聞きたいのは。そんなこと言われてもね。今はただ二人で司会やってるってだけでしょ。違います。この子たちはもっと私たちの本質的な関係を知りたがっているはずです。当然そのことには私も興味津々です。さあ答えてください。そろそろはっきり言ってくれてもいいのでは。待つのにも限界というものがあります。次に行こうか。早く急いで。質問の答えをごまかされたような気がするのですが。相手にとって不足はないな。4、3、2、1 PBS。 さあエブリバディ、さっさと始めちゃってくれ。ミスター K、 恥ずかしがらずに言ってください。今はストップだよミスター。試合に集中、集中だ。もうミスター K ったらチラシ上手なんだから。もっとカメラ意識して。これでオープニングバトルは終了だ。ヒーハー、この調子で試合を重ねていけばどんどん上達していくはずだぜ。そうだな、私にはその方が性に合っている。オープニングバトルが終わりってことはこれからが本番なんだね。よし、絶対に負けないよ。悪いが私たちも負けるつもりはない。いろいろと不安は残りますが、もうやるしかないのですね。どのチームが最後に笑うのか。お前たち、いざ尋常に勝負だ。
よだ。すでにびしょびしょになって準備完了の君たちにはピーチピーチスプラッシュでナンバーワンを決めてもらうよ。その大会は名付けて P1 グランプリだ。 P1 グランプリ。 P1 グランプリには予選と決勝トーナメントがあるからね。チームで勝ち抜いて優勝をつかみ取るのよ。あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。ポロリももろ出しも大歓迎だ。いいえ、もろ出しは NG です。皆さん最後の一戦だけは守るように。ミスター K もあまり調子に乗らないでくださいね。そんな怖い顔で睨まないで。これから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょうが。あそこがとにかく今伝えるべきことは全て伝えたよ。あとはスタートするだけだね。己の持つ力を全て使って勝ち抜きなさい。私たちはいつでも見守っているわ。それでは P1 グランプリ今開幕です。びしょ濡れ忍出てこいよ。ピーチピーチスプラッシュ。ちょっと違うな、みなりちん。ピーチピーチスプラッシュ。わあ、さすがしきちゃん、発音がかっこいい。語学の勉強を頑張っている証ですね。世界で活躍できる忍びになるのがしきちゃんの夢なんだもんね。まあね。あ、それよりも今は PBS のことだよ。簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね。どうすんの、ゆみちん。私の心なら決まっています。このような恥ずかしい大会には参加しません。そうなの？刺激が欲しいと言い出したのはゆみのはずですが。それはそうなのですが、物には限度というものがあります。 PBS は刺激が強すぎます。そんなのつまんない。私たちには立派な忍びになるという使命があります。このようなハレンチな大会に出ている時間はありません。うんうん、わかるよ、ユミチンの言ってることはさ。でも予選の1回戦くらい参加してみてもよくなくない？やってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし、瞬発力とか上がっちゃう感じになったり。そうでしょうか。私には刺激が強すぎるように思えるのですが。それそれ、そういうこと。刺激が強いってことはさ、メンタル鍛えられるってことじゃん。なるほど、四季さんがそこまでおっしゃるのなら何事も経験と言いますし、試しに参加してみることにしましょう。みのり、頑張っちゃうよ。参加するからには勝たないと。ここは本気でいきましょう。ああ、腕が鳴る。では始めましょう。ただし、あくまで刺激は控えめ、エッチなのは抑え気味にお願いします。
ちゃうよ。それはパーティーピーポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。誰も続けていいと思う。水着姿で戦う少女たちの躍動感、この経験は漫画を描く際に役に立つ。皆さん、ユミ、実はわしも一回やってみたら、そのなんというか胸がワクワクしたのですね。ええ、まあそうじゃ。そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。私もやっていてとても楽しかったです。思いのほか体力や頭も使うことも分かりました。これなら忍びの修行にもなりそうです。ってことは P1 グランプリにこのまま参加していいんだね。はい、ただしエッチなのはほどほどに。これだけは守ってくださいね。ああ、決して成人向けにはせん。その一戦だけは死守してみせる。それでは皆さん、優勝を目指して頑張りましょう。おいっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。
さて皆さん、参加するからには目指すは優勝です。うん、っていうことは優勝したなら何をもらうかを決めないとね。そんなものはいりません。辞退します。私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。商品なんてものがなくても問題ありません。もう真面目なんだから。まあいいじゃない、 PBS は楽しめるんだからさ。しかしこの PBS には今までの修行や経験があまり通用しません。ですからしっかり作戦を立てる必要があると思うのです。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選2回戦で敗退ってのもありえるし。優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。ずっと拳でしか戦ってこなかったから銃の扱いが今一つつかめなくて。狙いを中心に捉え引き金を絞るように引く。これが的にうまく当てるコツだ。漫画でそんな感じのことを読んだことがある。絞るように引く、どういう感覚なのでしょうか。絞るといえば乳じゃない。他に絞るものなんて思いつかないし。なるほど、乳を絞るように引き金を引くってことですか。みのり、牛さんのお乳絞ったことない。だからそんなこと言われてもわからないよ。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。正確に感覚をつかんでおきたいですが。牛はいないが父ならあるな。それはもしかして。あの理解はしましたけど、だとしたら一体誰のお乳を。みのりは夜桜ちゃんのがいい。賛成。なんか夜桜ちんって乳牛感あるし。ダメです、わしの乳は絞らせません。だいたい乳牛感とはなんじゃ。だが勝つためには絞らないと。ならみんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで次の試合に生かす。これで決まり、十分じゃ。んじゃあそれぞれ自分のおっぱいを絞ってみよっか。わかりました。これも勝つためですからね。もみもみもみむにゅぷにぷにふかふかって、こんなので感覚がつかめるのですか。選んでほしいんだけど。1回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。
おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、みのり出したかったんだけどな。